先生今回はどんな勉強ができるんでしょうかはいえっ、ー、と星と締まりの布石ですねはい、はい、これには非常にこう腰を落とした布石ですので、うんえー、後半戦に自信ある方にはおすすめですねはい、はい、それではお願いいたします、はい、お願いしますアマチュアの実践ですねはい 上が星で、はい、こちらがこげまじまり。そうですね。はい、非常に落ち着いた感じがありますので、はい、ええー、まあ予選勝負、後半戦勝負になりそうな感じですね。はい、はい。白が割り打ちですが、はい、黒はこちらからです。はい。二間開きですね。はい。これはこちら側から打つよりもこちらの方が普通ですか。そうですね。 はい、えこっちから詰めた方が多いですねはい、はい、そこで二手磨きですはいここで早くもテーマずですけれどもはいではどんな手があるでしょうかはいここは小隅はいで、片付きそして片付きはいここへ大桂馬はい、大桂馬はい それではコスミに詰めるのか、はい、それとも肩へつくのか、はい、大玄マへ打つか、はい、それでは黒番です次の手を考えてください、はい、コスミをよく見ますけれどもはい そうですね。この部分的にはね、一番良さそうなところですね、はいえー、白の根拠を奪いながら、うんえー、黒もね、えー、ちょっとある程度根拠をこう、えー、確保できるので、えー、一つの急所ですけどただですね、この場合はですね、あの黒が先にこの辺りにね、はい、石があるとこのコスミは絶好の一体となりますけど、えー、今まだないので今のタイミングでコスむと白にこの辺りに打たれて。はい でまあちょっと素明きですので小隅が相場ですね。受けるぐらい。はい。で白はまあ星下こう星下にこう開かれると黒はねこっちだけに傾いて小さく打たれている感じでその後この係に対してこの開きがちょっと働きますね。はい。例えばこういうに掛かってくればこういうふうにねこう挟み返してね飛んでくればちょうどこう白は ここがすごくいいところにあってうん、うん、これを攻め立てることができるので、はいえー、この場合はやや、えー、問題じゃないかということですね。はい、片付きはどうでしょうか。はい、えーと、一見良さそうですね。はい、これはですね、えー、黒が手抜いた場合に白が先にかかったときに、はいえー、こう片付くと、えー、そうですね、はい、こうかかったときに、そうするとこう両方打ってないときにこう片付くとあ,<ー>、えー、ある形ですね。はい。はい これ何もないときに、片付くのは、白に、こう、なんていうか、余裕、与えちゃうんですね。うん、こう、滑られると、白がもう、ほぼ、生きがたちですので。でこの後、まあ、例えば、お塩を打っても。ええ、こう、伸びないですね。で、この厚みを利用して、こう、開かなければいけないので。ええ、ね、白に、こういうふうに、締まりが、打つことになって。この、構えですね。これ、はっきり生きていると、なかなか辞書にならないですね。うん、ここは。 空いてますのでね。さんさんがえられますね。はい。はいはい、この図もやや黒不十分ってことですね。はい。オーゲーマが正解なんですね。そうですね。あのやっぱり全局をえ見るような手ですね。このオーゲーマですね。はい、次にここ黒に打たれると今度黒はすごくこう広々な感じしますので、うん。いい形です。はい。なんかほぼこの次はね白ここへ滑るのは、はい、えもう絶対に。

でこっちの模様で打とうあと黒が受けなかったので白はまあこういうふうに打つ手がねオさえが相場ですね、はい、でこう引いてくると、まあ、結構白もいい稼ぎにはなってるんですけどで、まあ、ここに、ね、このあと一回こう肩をついて、はい、まあこの肩っていうのは白がある程度強くなったので固めても美味しくないということで<ー>肩をついてえこういうふうに変わってえこの辺りに開きとですね。うん うん、これちょっと少しゆとりを持って、えー、こう収まろうという手ですね。はい、はい。で、まあこういうふうに跳ねられてもですね、えー、こう押さえて、うん、切っても、はい、ついててですね、もうこの切りあるのでほぼ収まり形ですね。はい。えこういうふうに捉えてても、一目はありますが、はいえー、こういうふうにつける手ですね。これもいいところですね。うん、その前にちょっとね一回おまじない打ってるところがね、えー、え良さそうですね。はい、はい。こういうふうにつければ今度こっちが結構模様が期待できるんですね。 はい、白はまあちょっとね、えー、この辺、えー、やや手をかけすぎじゃないかということで、はい、最初のオ、えーケーマは有力な手ですね。はい、正解となりますね。黒のオーケーマに対して、はい、白が向こうではなくそれでは、はい、締まりを先着したらどうでしょうか。はい、そうするとまあ黒当然ここをね打ちますね。はいはい、でまあなんか打つのはきかされということで白またねオーバーに、えー、こう走りたいですね。はい。うん 黒はどう攻めるかがね、えー、なかなか皆さん打てないですけど、こういう,ふうに打つといいですね。えー、<う>上から。はいで。こう、やっぱりここに投じ込めるような打ち方ですね。<あ>えー、これは白は割り込みは相場ですね。はい、えー。跳ねると嫌いちゃうので、はい。当ててついて引きですね。はい。はい ここでは2眼できないですのでなんとかこの一目を取って収まるような打ち方しないといけないですねまあ切ってまあ黒はねそんなに無理やりトーリングじゃなくてこういうふうにねゆとりを見て、はい、次ここへかけ目にする手を見るんですねあこの手を見てるわけですね、はい、でまあ白はここがまあほぼ絶対ですね、はい、その後ですね白はこう走った石ねこれを攻め立てることができるですね、はい、例えばこういうふうに入っていくと こちら側から、うん、ここはちょっとある程度強くなって厚みにできているので、うん、え、こういうの入っていくと、まあ、白は例えばこういうふうにね、コスミつけて伸びて、うん、ね、こう飛んで黒を攻め立てようとしているんですけど、逆にこういうふうに詰められると、うん、<ー>白の方は弱く見えませんでしょうか。そうですね、向こう側が止まっているので、はい、これはちょっと厚みですので、でね,ね、まあこの後飛び、はい、うん、でこうなってきてもね、はい、白はこれが弱いですので。 こうなんか飛んでいくたびに、えー、ここの模様が消えちゃうということですね<ー>ほとんど黒こっち側石が来ることになりますので、はい、ここが弱いですのでこっち側なかなか打ってないですのでこの図もやっぱり黒が打ちやすいと思いますので。実ははここここちちらに打ちました、はい、そでで白ここです、はい この手はここまで行くのは行き過ぎですか。そうですね。そこまで行くとやっぱり滑られてたまんないんですけど、黒は受けるんですけど。はい。ええー、ただこうこういうふうに受けてこられそうですね。はい。その後だとちょっとね素明なんですよね。当りあえずこう押さえていくんですけど。はい。ええー、するとね、クロが今度受けてくれないですね。濃みがあるので<ん>なかなかこの一目を取るのに時間がかかるので<ん>、えー、こういうふうに逆にハサミ返してきそうなんですね。ハサミで。はい。とまあこう飛び上がる。 ですね、えー。こういうふうに、えー、出,て出ていくような手理なんで絡みそうですか。そうですね。すこの石とこの石を絡んで、えー、打とうとしてるんですね。黒はね。跳ねますと。ますと伸びて、はい、はい。でまあ突き当たっても、えー、こう抑え込んでですね。えーえー、でまあこの一目をちょっと、えー、こういうふうにつければ取れそうなんですけど、はい、これはこういうふうに、えー、捨てれば違、はい、側から。はい。出、ね、てでもこういうふうに抑え込んでね。 はちょっと少し欲張バッターの取り方でこういうふうに取るんですけど、まあ、こういうふうに当てを打って、うん、次、はい、でこっち側へこうケイマへかけられるとですねあこの白もまだこのそうですね、えー、薄いですねね、はいい非常にうとうしし感じよこの辺り押し,ていく押していくのはちょうど黒に伸びられてまたこっちへ閉じ込まれちことになりますので、はいえー、この図はいやいや白が打ちにくいです、ね。だからこの、えー、あまり近いのも問題ということですね。うん はい、この手も、えー、この大桂馬あたりの係がいいと思いますね。白はこちらです。はい。そこで、こうなりました。はい。高くいきましたですね。はい。はい、ここが手まずになります。はい。黒番ですね。はい。まあ、焦点はこの係ですよね。はい、こちら、はい。で、どうかかるかってことですね。はい。一見、はい。まずい。 一軒かかり。はい。二軒かり、ね、2> 2がかり。二軒高がかかり。低くかかる手ですね。小山がかり。はい。一軒、はい、にかかるか、二軒にかかるか、はい。それとも低くかかるのか、はい。はい。それでは黒番です。次の手を考えてください。 ゲーマの係りはどうですか。はい、あの一般的な打ち方ですけど、ただこれにはね、周りの配置を見てないと、えー、ちょっとやや、えー、打ちすぎ可能性があるんですね。打ちすぎっていうと、ここ二つに白が石がありますので、えー、これを攻め立てちゃうことができるんですね。<ー>えー、こういうふうに強く挟んでくるんですね。いっぱいに。はい、えー、飛び上がってくればちょうどこうケーマーに打って、はい、この二つの石もこの戦いに参加しているので、はいえー、やや黒は打ち。 にくいかもしれないですね。まあ、この後一般の定石はこういうはさみ返すですけど。はい、こういうは白こう強くで、タイトを出るんですね。こういうふうに、こみつけて。下がり、え、でこういうふうに、下がっていくというね。はい。下がるわけ、ね。下,です,、ね、<laughs> 下ですね。この下がりにはですね。はい、この割り込みを二難点ですね。<え>はい。こちらをえー、だから黒ここへ、ちょっと手でにくいんですね。はい、まあ、この後、まあ、こういう図を想像ができ。き ですねここ伸びてもまた黒はねこういうのを押してくる手があるかもしれないがただここに二つあるので、うん、白はこういうふうに羽根を打って、はい、羽根ですねこ,これでもう受けなくてもいいような感じですねあそうですかはいこういうふうに強く出るねはいそう今度ますますこの割り込みが睨まれてますよねそうですねはい、えー、何か打てるぐらいでしょうかう、ねえー、まあこういうふうに当たりを決めて次ですか、うん、でまあこういうふうに駆、えー、けつぎを打たれると、えー、はい 最初はちょっと白薄いようですけど、こう2つの石が多いになってるんで、うん、えー、あまり怖い手がないですね。はい、えー、まあ、この後こう花月指輪相場となれば自然にね。こう伸びてくればえー、この石が目がないですね。重たいですね。がはいで、この石もまだ、えー、収まってないですので、はいえー、でここは見た目より白がね。頑張ってる格好なので、うん、えー、この図はやっぱり黒はちょっと重い打ち方のでえ撃、ー、ちにくいと思いますね。 一見高掛かりはどうですか。そうですね。部分的には一般的な考え方ですけど、でもこれもやっぱりね、この二つの二つの意をね生かすために、シードを挟んでくるんですね。はい。はい。いっぱいにね。はい。まあこう飛び上がってもこう受けられて、はい。で、こう付け引きのねよく打出る手ですけど、はい。はい、白こういうふうに強く下がってね。はい。下がってきて。うん。 なかなか黒はこれなかなかさばけないので、よく使う手法はつけるんですけど、あ,あ、はい、押さえて切る形ですね、はいえー。この場合はまあこう引く手が有力ですね。押さえずに、はい、えー、こう張ってきたら、えー、こういうふのを抑えですね。はい、ここで押さえると次はね出す手があるので、はい、えー、こうつっ張りが相場ですけど、まあこう次継がれてですね、はい、これもまだはっきり収まってないので。 この図もやっぱり黒が不十分ですね。白はこっちもこっちも両方打った格好になると。はいはい、この図もやっぱりやや問題ですね。黒がね。二軒高がかりが正解。そうですね。はい。白のこの二つの石を見てればですね。このぐらい柔らかくかかるのが正解になるんですね。はい、まあこの二軒っていうのはまあ例えば下二軒でもね考える着手ですので、はい、それと似てるような意味ですね。 はい、高くかかれば例えば白こういうふうにねこう打ってくればえ少しこう緩和するような感じで外すんですかそうですねこの押さえ込むの手と2点かかる手を見合いにしてるんですね。はい、これとこれを、はいはい。例えば白こういうふうに詰めてくればですね、はいはい、それでこう押さえていけば、えー、こう押されても、えー、伸びて押されても、はい、え伸びて。 ちょうどこの石が働いてなんとなくこう根拠を持つことができるんですねゆったりしましたねはいですがこう二剣高かりが正解となります白がこちらではなくてこちらを張ってきますとはい、はい、これは黒こ,こういうふうにね二剣一回詰めてけままあ受けぐらいですねほはんどほぼこれ収まり形ですのでさらにねこの石の関連した筋ですね、はい、ここにつける手がね有力ですねこちらなんですねはい こういうふうに跳ねても、はい、えー、こういうふうに、えー、跳ね返してですね、はい、はで、うん、伸びぐらいですね、いすはい、さらにこの二難波ねで,ですね、はい、はい、この二難波はねちょっとした数字ですよ。これは切りには、えー、そうですね、次で,でまあ抱えですよね。一目捨て石で、うん、でここで切られるっていうかね、えーまあ、次ぐらいですね、こういう,ふうにこう当てて。 抜きぐらいですねだいぶ効きましたね、うん、ここがですねこの片付きがちょうど覗きの形になってこの次がその狙いですよね黒ね<ー>はい。はい、まあこの後黒はこのぐらい打たれねうはい大体ここが収まり形になれば、えー、一応さばいたことになって、えー、しかも次が狙いとなれば、えー、こう張っても先に開けば怖くないということでこれの数は黒は打てるんですね かかりに対して白がこちらに打つとどうなるでしょうかはい今度少し黒が余裕ありますのでえこういうふうに片付く手がね有力ですね上の方へはいでまあこう、えー、でもこう押さえてですねはい。えー、こう曲がっても先伸びてですねはいでまあ桂馬が一つのえー 形ですけど、はい、この後黒もね、ここへ急所に構える手がね、<あ>非常に、はい、ゆとりある。弱順になって。形ですね、うん。ここへ構えられるとですね、次ここへ片手を見てるんですね。はい、はい。しかも、こう次ここを挟む手もね、えー、見合いになっているような感じで。急所に構えるはもうほぼ収め形ですので。えー、こういう白が多いところでは、早くこういうふうに収まることがね。うん、やっぱり望ましいですね。ですから、挟まれても怖くないってことで。はい。二件が正解となりますね。はい。 星とて目ですね。はい。そして小山まりです、はい。これもアマチュアの対局ですね。はい。はい、詰めました。はい。これでかかるとそうです、ね、どんなお席になるでしょうか。はい。これはね、あの両方詰めるあるところで決めたくないということで、先にこっちから決めるというのは非常にね高級戦術ですよね。はい。これは例えば白はこういう,ふうに挟むとですね。はい。それからこういうふうにね、えこう詰める。 着手を選ぶんですね。このままで、一回かかって様子を見てからですね。はい。ネス、はい、はこういうふうに打ってばですね。こういうオーケーマに打って、えー、例えばこういうふうに滑ってればですね。本当こっちへ先行すること,というような考え方ですね。うこういうふうに、えー、こすめばですね。片付きですね。はい、うん。なんとなくこっちを模様化にするような合が、えー、できるんですね。ここ一回様子を見てから打つことはできますね。 かかりに対して白がこちらを受けますと。はい。そうすると、えー、こっち側に黒がね、詰めてここへ模様することはほとんど考えにくいです。この石がききましたので。はい、はい。その時は今度、こっちから詰めるんですね。逆からになるんですね。はい、でまあ、二件ぐらいですね。えこっちへかかって。え、はい、まあ。五件ですか。で、こういうのを星を打って。今度。上の方で、模様にするような打ち方ですね。はい。この一本、様子を見てから。ここのタイトルを決めるっていう打ち方で。非常に面白い着想ですよ。 実戦はこちらです。はい。ここでかかって。はい、滑りですね。はい。ここがテーマ図になりますが。はい。では、どんな手があるでしょうか。はい。こういうふうに、さんに受ける。はい。受け。こう、打ち込み。打ち込み。はい。えー、ここで開き。はい。ゆっくりと開き。はい。それでは。 受けか打ち込むか開くかはい黒番です次の手を考えてください開きはどうですかはい、えー、開くとですね白にこういうふうにこすまれるんですねはいはい でちょっと高いですので何とかストアなので、うん、抑えよりないですね、えええー。この後ですね、白こう守らないでこう展開するっていうのはね、えー、ちょっと気になるんですね。これ打ち込みは、えー、ありますが、はい、打ち込んでも白こういう風にね、えー、こう一回閉じ込まれた手を拒否して、すると黒はこう逃げ出すことになって、白はねこういう風にすぐ奥手がねあるんですね。例えば飛んでても、えー、伸びを打って、まあ、次ですね。 でこういうふうに、えー、曲がりを売って、はい、受けが相場ですね。でこういうふうにを取り出せばですね、これも応援になって、はいえー、打ち込みの効果あまりないですね。うんうん、これはっきり生きているですので、えー、はい。この図はやや黒は、えー、遅れとってるような感じですね。はい、これは受けた方がいいでしょうか。はい、受けるとですね、白こういうふうに守られてですね。 非常に白は後継になりましてしかもこの位置が高いですので、うん、ここに打たれるのはちょっと気になるのでこれ、はい、もう1着必要ですねいはするとやっぱりこの辺りに白が先行されることが、えー、気になるんですねはい、えー。この後の着手を見ると例えばこういうふうにかかってきてもですね白こういうふうに、えー、ここ一個あるのでこういうふうに挟まれると、えー、黒もちょっと打ってほしいですね打ち方ですね、はい、例えばこういうふうに変化してきてもこう一、えー、つの定石に、えー、打たれて,てもこうですね 猫、うん、突き当たり、えー、こうですか村正の、えー、妖刀の定石ですね。いはい、えー。で、まあ、これは一つの定石ですが、えーえー。白は定石通りに打たれててもですね。で、この後、この辺りに構えられるとですね。はい、全体がゆっくりしてるですね。うん、はい。ここも白に打って、こっちも白打たれてですね。えーえー、この図はやや黒、やっぱり、えー、遅れてるってことで、白は打ちやすいですね。 打ち込みが正解なんです、ね、そうですすねねそう白にね後桂に構える場所を、ね、阻止するための一、ね、着ですけど、はい、まあこう打ち込む例えば白こういうふうにこう<え>散々にかわす時にはこういうふうに、ねえー、コスミから、えー、こういうふうに白を投じ込めることができるんですね。でこの後まあとつげば、えー、こういうふうに引いてですね。 はい、黒石がつながりましたね、はい、この一目を切り離すことはできるんですね、はい、で、この後例えば石回りなっても、えー、こっち側へ展開されると結構いい模様になってるんですね、はい、でこれはまあ一見渡りがあるんですけどもともと裾脇だと思えばこういうふうに上から塗ることができますねそうかそうか、はいうん、こういうふうにね、はい、ちょっとどうでしょういい格好です、はい、黒は上下つながってすごく雄大な模様になりますね、うんはい、これはまあ黒は打ちやすそうですね 打ち込んだときに。はい、飛んでくると、どうですか。はい。これは黒、こういうふうに、こすみ出すんですね。はい。はい。で、これは生きてないので、こんな相場ですね。で、まあ、こう二件ぐらいで緩和して。はい。次、押さえが要点なので、桂馬滑りが予想されます。ですね。はい。まあ、この後、こっちへ、こう。閉じ込めちゃうですね。一旦えて。はい。ここがいい構えになります,です、ね。はい。はい。で、まあ、白が締まりを打てれば、こっちへ展開することが打てるので。 やっぱり黒模様が雄大で黒は打ちやすいと思いますので打ち込み正解になりますねはい実戦も打ち込みましたはいそこで白が飛びはい黒も飛びですはいでコスミですねはいここがテーマずになりますはい黒番ですがはいではどんな手があるでしょうかそうですねまあ、押さえはい でこれを取り切るコスミ。はいこちら。はいこちらへ付け付け。つけはい押さえるかこちらを取り切るのか、はい、上をつけるか全部自体ですね。そうですねはい <laughs> それでは黒番です次の手を考えてください。 ついつい押さえてしまいそうですが。そうですね、これは非常に効かされちゃうので、えー、ただ黒押さえたところはこの付け越しを狙うんですけど。まあ白はこういうふうにね、えー、こう、え一、ー、回緩和することはできますね、こう、はいえー。で、こういうふうに飛び出すことができますね。はい、えまあ、えー、受,け受けるぐらいですか。こうですね。はい。で、こう、はい、こ逃げ出すことができますね。こちらへ。はい、えー。伸びてれば、はいえー、こういうふうに突け当たってね。 こちらの戦いになるんですねそうですねはいでまあこう覗いてきてもこう駆け追いをって伸びぐらいですねはいうん。でこう押しを決めて、うん、伸びが相場ですねうんまあ白がね中央を進出することができましてはい、えー、この図はですね、えー、この石とこの石どっちが強いか分からないのでうん、えー、やっぱり黒はちょっとチャンスを逃したことになりますねはい、はい こちらを受けておくとどううでしょうか。はい、えー。この後ですね、白はまあこういうふうにね、えー、飛んでくれればですね、で黒はこういうふうにね、打つことができてこの図だったら黒もやれそうなんですけど、はいえー、ところがです、ね、白は、えー、こういうふうに優しい手を打ってくれないですね、うん、こう周りの配置を見てこういうふうに強く迫ってくる手が有力なんですね。ちょっと、うん、勢いでこういうふうにつけるんですけど、ええ、ここへ跳ね出す手がね、ちょっと厳しい手になりますね。 切るとそうですね、えー、当然切るでしょうけどこの手を用意してるんですね白ねこちらを見てるんでね、はい、これも継がなければならないですが、えー、この後こういうふうにね、えー、当てていくとちょうど、えー、伸びですね、えー、継がれた後ですねああこれは、うん、この挟んだ石がちょうどね、はい、こう出てきても切れるようになってるんですねこの黒の西はええー、切り離さないと、はい、捉えちゃうんですね、えー、結構大きい字捉えるんですけど、えーまあ、この後黒はこの厚みを利用して これ展開をするんですけどす、ね、ただですねこの後白にもまだ強い手があるんですね、はい、いい手があるってことですねこういう風にかける手がねかけがうん、まあこう出るよりないですがこういう風に絞る格好があるんですねはい切られても、うん、こういう風にバックをして当たりですねでこれは、はいえー、抜かしてから、はいえー、伸びるとうん,うん。で次主張ですので、はいえー、こういう風うに伸びてくれば 絞りが気持ちいいところですね、えー、はい、これ継がなければいけないですね、うん、黒石がお団子ですよね一見この石は弱そうですけどこういうふうに打つとまだ動いてくるんですね、えー、ここにニヤズテを見てるので、はい、黒は仕方ないですね、うん、でこういうふうに動かされると、うんえー、この二目の石とこの石どっちが強いかわかんないので、はいえー、そうなってくればこのあ上辺の、ねえー、樹脂は非常に お生地になって、はいえー、この図も、えー、黒はやっぱり打ちにくいということですね。取り込まれたことで、はい。付け、はい、が正解ですか。そうですね。はい。これは出てきますと、はい、これはこの石ありますので、この石をも捨てていいんですね。はい。こう,いう上を継ぎまして、はい。うん、出題するとこの図も捉えるんですけど、こういうに捨てるような打ち方があるんですね。はい、えーで、切るんでしょう。 ここへこう、えー、外へ閉まるような手あるんですね効いてますねはい、後ろはまあこういうふうに真似合わせして、えー、ふこれは継がれてでこういうふうに切ってくる手があるんですけど、はいえー、これはですね、えー、ここのダメ詰まりをちょっと利用して一回下がる手が有力ですね逃げる手があるんですかそうです、ねはい、逃げれば後ろはこういう伸びてくるんでしょうけどねはい。まあこの後こういうふうにね、こう気持ちいいところ残ってるんですねこう当たりを打って ここ跳ねる手がね非常に気持ちいいですよね。抑えられないんですね。抑、うん、<は>えると嫌いちゃので曲が、えー、るよりないですが、はい、ここは非常にいい引き出しになって、この二目の捨てた効果は十分あるということですね。はい、その後こうかけてですね、まだ締め付きを狙っているので、例えばこういうふうに張ってきてもこう跳ねて、はい、でこうやってもさらにこう跳ねていく手がね非常に、こうやってるんですか、はい。そうなんですね。 うん、一見黒は弱いようですけど、これはなかなか突破できないですね。えー、出ても引く手があるので。えー、は二、い、目のステージがうまく働いているんですね。そうですね。これを白をこう切って取る手は逆に三目は取られちゃうですね。<ー>ちょっと困った格好ですね。はい、はい。これ取られてもこの締め付けした後の格好は非常に雄大ですので、この図は黒はいいでしょう。はい。つけが正解ということですが、はい、では白。 何か跳ね出す手は。ないで,しょうかうですね、はい。いや、気になるんですけど、はいまあ、跳ね出すと、こう切りますね。はい。はいうん、まあ、こういうふうに、こう一回、膨れを打って、えー。次ですね。はい。れで、こう、はみ出してくる手はあるんですけど。はい。上も、はいまあ、伸びて。えー、まあ、こう、出ると、切られて、主張ですので。これは。大丈夫ですね。だ、はいはい、から、白つがなきゃいけないですね。はい。継いで、抑えて。 で鍛えることがあるんですけど、はいえー、これをね黒は助けに行くとね非常に怖い打ち方になるのでここに石ありますのでこれをね捨てちゃえばいいんですね。うん、まずさらに外から行けばいいんですね。ここはい、こちら側から。はい、伸びてもはい、こう抑え込むですね。はいはい。でまあ主導よく使う筋でこういうふうにこすん手取る手がねあるんですけど。手筋ですね。はい。でまあよくねこのまま当てちゃう人がいるんですけど。あっ 当てないんですか?。当てないですねこれもう一回こう下がってくるといいですね。あこれ。でも。うん、次<定>当って。うっあって、はい、次押さえで白が負けますので。あ、そうなんですね。はい、ですから、白はここの。え、下がられても、ここへかかえらなきゃいけないですね。そうすると、こう、うん、よりは働きますので。は,のではい、えー。で、この後、黒はこちらの傷をね。こう、守っておけば。非常に。 外が閉まりましたですね。はい、熱くなりましたね。はい、この二目を捨てたんですけど、この、に、に、ここに二つ石があるところをね。はい、やっぱりちょっとね、白効率が悪いということで。この壁で十分黒はね。えー、打てるってことで、これは黒がよしですね。捨て石がポイントですね。そうですね。はい。アマチュアの実践です。はい。 木外しからですね。はあ、意欲的ですが、締まれば戻りますね。はい。割り打ちに対してこちらにかかりました。はい。ハサミに対して三三です。は,あ、はそうですね。はい。はい。まあこの係り一本はちょっと様子を見た感じがありまして、こういうふうにこっち側から挟むと。 クロ、えー、はこの三三切れの手で、えー、ちょっとこっち側の世界を考えることができるんですね。はい、えー。例えばこの三三の手で、えー、こう一回ここへこう係を決めて、はい、でまあ付けとなるんですね。うん。でこっちら側から詰めるような方向を決める。うん。こうですか。うん。でまあ大桂馬大ゲマ。はい。でまあ滑りが相場ですが、えー、でこういう 定石を選ぶことはできるんですね。はい。切りこう,、はい、こうですか。うん。こういう感じで、はい。こっち側の正解で打つことはできるんですね。はい。はい。うん。こっちの方はまあ、えー、面白そうですね。うん、はい。実戦は三三に入りました。はい。そこでこちら側からの押さえです。はい。黒は隅を 稼いだわけですね。すねはい。ただ主導に先手が回ってきましたね。はい。はい。ここがテーマ図になりますが、その先手をどちらに向かうか。はい。では、えー、ここの係。係。はい。でこちらの大ゲマ始まり。はい。大ゲマ。はい。そしで軽マ後天ですね。はい。はい。軽 白までいくか、はい、それとも控えて大ゲイマ。桂馬に盛り上げるか。はい、それでは白番です。次の手を考えてください。 テーマから模様を広げると、どうでしょうか。はい、非常に良いところですね。えー、もし黒は受けてくれればですね。はい、黒はこちらちょっとね、えー、こっちの位置も低いですので。でねえー、白はきかしいとなるんですけど、ただこれには黒はなかなか、すぐは受けてくれないかもしれないです、ね、ませんね、えー。こちらへかかってきそうですね。はい。まあ、受けると開かれて、ちょっと模様がね、消えちゃうので、ハサミになるんですけど。えー、こういうふにかわしてくる可能性ありますね。こうつければ。 うん、こう、一つの定石ですが、こう切りますね。で、こうつけて。抱え、で、こう、こっちで打つことになりますね。はい。まあ、この後の進行だと、まあ、例えば、こう、二間開いてもですね。ええー、まあ、こうよく、こういうふうに決めますね。ん<ー>うん。これ、当てが効くそ、ね。そんですよね。はい。一本下がってから、当てると、継ぐしかないので。はい。はい。それで、こちらへ構えられると。うん。 こっち側にも、えー、黒模様がちょっと出来上がるんですね。うん、はい。と、えー、こっちとこの構えは白対抗できれば二つありますから、えー、いやいや黒は打ちやすいじゃないかと走ってる布石となるんですね黒はね。はい。はい、そうすると大ゲマはどうですか？はい、非常に良いところですね。この構えをちょっと盛り上がる感じですけど、ただですね、えー、黒にねこういう打ち方されるとですね、こう詰めて、はい、詰めて、まあ二件が相場ですね。えー でまあ、こういうふうに、オーケーまあ、打って、でまあ、主が滑り、はい、これが相場ですけど。そして、今度、こっちへ盛り上がる図がね。今度<構>、こちら側から。そうですね。<ー>ここが関連して、ちょっと立体形になる可能性がありますね。はい。うん。ちょと跳ねると、こういうふうに跳ねてきて、伸びると。さらに、こう押してくるような手がね。だいぶ白の模様限定して。うん、えー、しかも、黒がちょっとね、はいえー、気になる模様になってくるんですね。広がってきましたね。えー、この後、跳ねると。 えー、まあこういうふうに切って、うん、ねこう肩がはい、うん、でまあこう伸びを決めてこうですか、切ってるんですね、うん、でこう一見飛んでくると、うん、まあこの後の進行白はこう伸びてくればえー、こういうふうにね飛び上がって、はい、でこう飛んできてもえー、この肩がねちょっと良さそうな形ですよね、えー、う,んうん、まあ白黒はこれで白の模様なんか消しとけば、えー、黒の模様は結構大きく見えますね、はい。 これはちょっと気になるところですね。はい、すぐ構えるのは、えー、爪打って押されると、えー、やっぱりちょっと白は打ちにくいじゃないかということですね。かかりが正解ですか。そうですね。一番広い場面を、ね、え、打っていこうという意味ですね。はい。えー、まあ、こうかかられると、黒はこんなもんですね。えー、合います、ねはい。で、その調子で、こっちへ開いちゃうと。うん、で、まあ、ちょっと打ちっぱなしのような感じですけど、これには白のね、構図がありまして。えー、こういうふうに攻めてくればですね。 こういうふうに、えー、立ってで挟まれる手がちょっと気になるんですけど、はい、それはこの白はねここ二軒開いてる関連で、えー、急いでここ飛ぶ必要はないですねここがしっかりしてるからはですね、はいえー、口側から打つ手がね有力ですね模様に合計していい手ですよね場合、はい、によってこの挟んだ石を攻め立てちゃうというので、はい、その後こういう防止すれば、えー、こう肩つくっていうねはい、えー、押されても、えー、伸びていくということで、えー この二つの石を攻め立ててこの模様を盛り上げるような図がありますね。えー、そしてこれは黒は強くなってもこの二軒開きがちょっと光ってるような感じがありますね、えー。ですからここの場合はこっち側からかかって二軒開いていくのが一番、えー、打ちやすい図だと思いますね。はい、こちらのかかりから開きが正解ですね。はい、正解ですね。はい。ここで黒がコスミ付けを打たずに単に挟んでくると。 どうでしょうかはい、これもよく打たれている着手ですが、えー、まあ白ひだきを兼ねてのハサミですねはい。でもやっぱり白この模様を意識しながらこっち側から打ちますねはいこちら側からはいこれで、まあ、こそうですね黒はこの後だいたいこう続けてこういうふうに下がるんですねええ、はいうん。下がれるとちょっとね白はこう逃げてもね黒に響かないのでこの一目はあまり逃げたくないですねはい,いこは、えー。この場合ええ。A ここを意識してください。そうするとこの手が浮かびますね。帽子ですか。はい。これは捨ててしまうんですね。そうですね。肩片相場になって、その後こうちょっとつける手をね見ながら、とりあえずここをね芯を入れておくと。はい。こうなってくると、この模様は非常に高ですね。ここへつけるとね、黒がねちょっと抵抗しにくいですよ。ここは挟みつけ狙われてるしね。はい。はい。ですからこれ狙われれば。 こういう模様はかなり盛り上がりますのでこの図はこれを石を捨て石にして口模様で打つことになってこの図も白は面白いと思いますのではい実戦は白星下に打ちましたはい口、えー、っちもね大変良いところではありますがただ、えー、ちょっとやや追及不足でかかってる方が、えー、少し足早でしたですねはい、はい、ちょっと遠慮したでしょうかはい。 えそこで次がテーマ図なんですけれども黒板ですね、はい、まだ広い感じですけれどはいなんか打ちたいところいっぱいありそうですよねはいはいではではこちらへはいまずはこちらの桂馬はいそしてこちらへかかりかかりですねはいそしてこっちへ三軒詰めるはいこちら側から詰めはい ということで、桂馬に受けるのか、それとも係に先着するか、三、はい、弦に詰めるか。はい、はい。それでは黒番です。次の手を考えてください。上 <music> 辺の詰めも大きく見えるんですが、はい。 これをまあ詰められると当然白はね、これえ二件開きますね。で、まあ、ま一般的は大きいものですね、<と>こう滑ってくると、えー。ここに白がちょっと石がありますので。ちょっと窮屈ですね。ね、えー、次つけられると、ちょっとね、<laughs> 黒がややね、開く場所はなくなってるね。はい、えー。これ受けは、まあ、ほぼ、えー。必然になりそうですね。で、その後白にね、こっち側へ構えられるとですね。えー こっっち側は結構、ね、いい模様になってくるんですねでここの爪と関連してこれ押す手がいいって、ねはい、ちょっと言ってましたがこの場合はですね白にこういうふうにはねられて、えー、同じように打たれて伸びられてですね、うん、でこう例えば押してきてもね、はい、同じように打たれててもですね、えー、白はここにね一回芯入れてるだけに今度<ー>黒はね、えー、こっちの模様よりも白の方の模様の方が大きく見えるので、はい、ちょっと気になる打ち方になります。 ですね、はい。ですからこの図も、えー、ちょっとね黒が、えー、打ちにくいじゃないかということですね。はい、白は模様の方が大きく見えるからですね。はい。こちらの桂馬はどうでしょうか。そうですね、えー。白が打ちたいところをね打つような感じですけど、はい、ただですねこういうのに締まってみるとですねこっちのね締まりとよく見ると両方締まってるんですね。ちょうど真ん中に割られてるんですね。はい。ですからいいこ,ここ白は急がないわけですね。あっ はい、こっち詰めれば開きこっち詰めれば開きでこのあとこういうふうに締められると、はい、やっぱり白の模様の方が大きく見えるので、はい、入っていいいかないといけなけですねこれ肩付きなんかで入っていくのはどうでしょうか。うねはい、こういうふうに入ってくればこう押し上げて、えー、伸びですね。でこう、はい、肩は一つの消し方として良いですけど、えー、でも白の陣地を固めるような感じも、えー、考えられるですね。こ、はい、この後、まあ、例えばうういうふうに、ねえー 飛び上がっても、白はちょっとね、攻める形をね、得ることができるんですね。こちらから。はい。この間、ちょっと狙ってるんですね。気持ち悪いですね。うん。で、まあ、飛び上がったら。ええ、飛びます。ええと。えそれにこっちの方から、こう、追及されるとですね。ちょっと、受け方がね、えー、気になりますね。うこう、切られそうですが。はい。こうと、ね、<laughs> こうとか、こうとか、受けると。はい、まあ、こういう感じでしょうかね。ええ。ええー、次いいですか。え、こう。 なんていうかね、黒を攻めながら、はい、この模様を盛り上がっていくような。着手はね、白、うん、には見えてくるんですね。はい、はい。ですから、えー、今では復旧の一着になりますね。ここでは、はい、はい、ちょうどこの石に対して、プレッシャーかかってないからですね。正解はこちらになるんですか。そうですね。やっぱり、あの、オーバーを、えー、先行するの、やっぱり一番ですね。はい、ここで、白もう一回打たれると。 えー、模様は完成しつつあるので、今がタイミングですね。はい、今、開いたところへかかるとね。主<ー>と主導はね、挟みたいのと受けたいのとどっちか悩みそうなところですよね。はい。はい、もし挟みますと、挟むとまあこうさん入ってくるんですね。はい。これが<ー>この石がないだとここから押さえる一定ですけど、えーえー、こっちと同じ格好ですけどね。はい、はい。でもここにあるから、えー、この場合はこっちを押さえることになるんですね。はい。すると、えー、こう張って で伸びるんですね。で下がり。で桂馬ですね、うん。これはこの三三銀の定石ですが、はいまあ。この後ですね。ここはね、種類の模様があるんですね。ここちょっと巣わきましたですね。はい。え、はい、え、それをこの後こういうふうに打ってくるんですね。今度はこちら。はい。でやっぱり、こうですね。はい。でもやっぱりこう、こうう桂馬に打って。 白の模様がだいぶ限定されましたよね。そうですね。このなんていうの芯がね、えー、ここ、はい、シクロにえぐられると芯がなくなるような感じで、うん、えー、まあ、この後例えばこういう風に滑ってもですね、はい、はい、まあ受けても打てるかもしれないですけど、はい、えー、でもこの場合は、えー、なんていうかこうつせっかく詰めたので、今度こう押し当れることも打てるんですね。こちら。はい、今度白はこう跳ねてもね、はい、模様は小さくなってても、ねはい、なってるので、こう跳ねにくいですね。はい、かなりこっちの模様の。えー 期待できるんですねでこれ受けなかったんですけど白にさらに追及される手は付、まあ、ける手ですけどね、はいえまあ、この場合はまあ受けてあげても差し使えないですねこう引いててか、はいまあ、けついぐらいで、えーまあ、眼形具合ありそうですねここはちょっと効いてる意味でねこすめばハいぐらいですから結構目が豊かなような感じですので、えー、こうねワ、えー、ってればさらに羽根が効くのでまあ 関係具合は心配はないということで、はい、この要点を先に、ねうん、こっちの要点を先に先行すればかなり黒が足早に打てるじゃないかということで持っていくのが正解ですねこちらの係カが正解なんですね。はいここで 白が上から付けてきた場合はどうでしょうか？そうですね。つける手も結構有力な手法ではあるんですね。受けると黒に簡単にね。こう開かれちゃうので、少しね、はい、こう響くように打ってそうすると当然黒が跳ねてくるんですね。はい、こういう押さえる手がね。結構有力な手法ですけど、えー、ただですね。まあ、こういう風うに当ててで次ですねで。こう下がり。 で、早くこう安定するような手を打たれると、えー、そんなに黒は困らないということですね。はい、この後の想像する図はこう切るんですね。でこう伸びですね。はいで、まあ抱えが相場ですね。えー、うんま安、あ、定を決めて、うん、次ですか？でこう曲がりも決めてね。はい、うん。まあ一般的にはこうこすんですけど、例えば押さえられててもですね。はい、うん、こういうふうに開いてれば。 ある程度重目法との根拠を持つことができて<ー>さらにここね押さえる手なんか狙えるようになるんですねまだ狙いがあるんですね押さ、うんね、えがくればですね、はい、はい。で白もこれ頑張ったるもんですからあと、うん、でここに除くとね、えー、まだ全部陣地にはならないですねつ、はいで押さえていく手がね逆に狙い事になりますので楽しみです、ね、はい。えー、まあこうなってれば、えー、一応黒は困らないということで付け押さえも、えー、黒は打てるということで係りが正解 黒星からです。はい。ここで、こげまじまり。ですね。はい、やはり、これ、こ,こが大きくなりますか。はい。ここは、まあ、えー、黒のね、理想形をちょっとね、阻止することで、一回割ってくると。ええー、全体がゆっくりするんですね。はい。はい。こで、こちら側からです。はい。で、受けですね。はい。 ここで黒がこちらに入りました。はい、ここで白は実戦こちらにつけるんですが、はい。これはちょっと変わった手ですよね。これではまあ一般的には、はいえー、こう飛び上がるぐらいですね。そ、は、れ、い、でまあ黒はこう取り込まれるのちょちょっと気になるのでコスミ出すと。は白、いうん、今度根拠が、えー、奪われると困るからこうへコスミ。 隅の方へ、はい、で今度黒をこれが攻めらるといけないからこう開くとまあ一点一点にねちょっと意味があるわけですよね<ー>、えー、まず自分が根拠を奪われると困るからってことで一定一定はちゃんとこういう意味込められてるんですねでこの後、まあ、白は、えー、ここへすぐ逃げるのはちょっと応援団がいないので、はい、とりあえずここへ移ってで逃げ出しを見るというような感じで狙ってるわけですかで黒はまあこういうふうに抑え込めば、えー、まあこういうふうに、えー、しまっていくようなね 感じになりそうですね。今<あ>こうかかっていって。うん、で挟むようなね。こういう進行が予想されそうですね。流れるような。素敵ですねそ。そうですね。うん、でも一定っていうの順番には意味があって。あ<ー>うん、まあ、これがまあ、普通の進行かなということですね。はい、実戦は白が上につけました。ああ、ちょっとね、変わった手ですよね。はい。ええ、でも黒打つ手難しいですよ。さあ、ここが手ますになりますが。うん、では、どんな手が考えられるでしょうか。はい。 こういうふうに、えー、ぶつかっていくようなはい、はい、こちらはいで、跳ね出し跳ね出しはいで、口、ね、をはね出しはい、はい、こちらの跳ね出しはいぶつかるのかはいこちらを跳ね出すかはい逆を跳ね出すか,出すのかはい難しいですね難しいですよはいそれでは黒番です次の手を考えてください ぶつかりが厳しいよううううに見えるんででですすけれどこれはどどこはしょうかそうですね、えー、よく白の形を崩すときに使う手ですけど、えー、ただぶつかってですね白に抑えられて、まあ、切っていく手あれば一番厳しいんですけど、はいえー、そういうわけにいかないですね自分が先取られちゃいそうですのでい、はいえー、だから先にこう自分が逃げなきゃいけないようになるとなかなか切りまで回ってこないってことですね。その後の様相進行だと、まあ、こうぶつかって抑、はい、えられて渡っていくぐらいですね。 その後ろにこういうねちょっとおしゃれような繋い方が待っているんですね。この格好はですね、次指導ここへぶつかられるとすごいいい格好になるので、そうですね。これを阻止するためのこうぶつかり回数ですけど、この後ろにはこういうおしゃれな手が待ってるんですね。中までいけるんですか？そうですね。ちょっと一見弱そうですけど、こういうふうに切りに行くと、えこうぶつかりですね。これ切れない？うん、切れますが。 切って次ですね<ー>、うん。で、ここが取られちゃうので次ぐらいですが、跳ねられるとね、3目が足りないんですね<ず> <laughs>、うん。こういう風にちょっと筋使ってても、もはい、はい、こういう風に受けてくれないですね。こういう風に外から持ってくる手があるんですね。えー、これは、うん、継ぐと抑えられちゃうし、出ると鍛えちゃうしね。これは取られですね。はい、はい。だからこういうおしゃれの繋い方あって、このぶつかりは不発ってこと。 こちらの跳ね出しはどうですか。はい、えー、考えられる着手ですね。まあ、この後白はこう切ってくるですね。はい。うん。と、まあ、当てていくよりないですが。えー、伸びられて。はい、はい。で、つぐんですね。はい。この一目を取り込むことができるんですけど。ええ、でも、主もね、こういうふうに下駄する格好がね、非常に。えー、いい形ですね。はい、はい。で、取られると、これがちょっと弱いですので。<ー>一見、ちょっと白はね。 えー、隙があるじゃないかっていう格好なんですけど。こちらのコスミツけが。うん、ここコスミツけがね、えええー、まあ、気になる場所ではありますよね。抑えると出る手がありますので。そうですね。はい。で、白が継ぐと、出られちゃう可能性あります。で、黒。この場合、白、こういう,うに。こういう手があるんですね。あ、うまい手ですね。<laughs> はい。出ると、次が見合いで、えーえー、黒が不発になりますね、この手がね。 そうなってくると、えー、同じ一目ずつ取り上がったぐらいでは黒は追求が不十分になるってことですね。こっちら側から跳ね出す手は、えー、不正解になります。こちらの跳ね出しが正解なんですか。そうなんですね。はい。この後の図、えー、を想像してみるとまあ切るでしょう。はい。でこういうふうに当てて出して、えー、伸びですね。はい。で続いて。 でまあ、ゲッターが通常の形ですね、はい。これは取られてもいいんですね。はい、この後の一着がですね。ここですね。はい。隅の方から。はい。こう、コスマイルと。えー、この二目を。飛び込む。はい、飛び込むことができますね。<ー>つまり、この押しがちょっとね。効いている意味がありますよね。こちら側に、はい。伸びなきゃいけないですね。はい。え、はい、え。ですから、白から。こう。 えー、曲げる手も、えー、ちょうど味よく取れちゃうんですね。えー、大きいですね、取れると。カプテージは二十五目があって、<laughs> これはクロ、えー、は十分ですね。はい。一、はい、目を犠牲にして二目を取ることができますので、この図は黒はよしでしょう。はい。こういう場合はですね、だいたい取りたいの逆側に跳ねるのが正解なんですね。はい。この二目を取りたいために逆方を跳ねるんですね。はい。これはよく使う格言ですよね。はい、あのどっちか切るとき迷いますよね。はい。そのときは。えー 取りたいの逆側を切るんですよ。取りたい方の逆を切る。はい。はい、取りたい方の逆に跳ねる,跳ねると。これはまあ一つの格言かもしれないですね。はい。付けに対して実践はこちらにぶつかりました。はい。そこで抑えです。で渡ることになったんですが、はい。ちょっと甘っかった。 でしょうかそうですねはい黒はまあこうやってえぐったことに満足してるんですけどただ白もねこうつけた上がちょっと熱くなったので、はい、黒がちょっと追求不足なんですねこの渡った手はね、はい、安い手だったんですねはい跳ね出した方は白困ってたんですねはい、はい、つなぎですここでこちらに渡りとなりましたはい白板ですがここがテーマ図になります、はい、そうですねまあこの傷がちょっと気になるか所ですねはいはい、えー 応援。はい。こちらへ三三ですね。はい。でこちらへぶつかり。ぶつかり。かりはい。でこちらへ一見飛び。一見飛び。はい。はい、これも切りに対する緩和でしょうね。そうですね。ぶつかりで守るか、はい、それとも一見で守るか。はい。それでは白番です。 次の手を考えてください。ぶつかりが厚そうに見えますが、えー、なんか本手のようですけど、ただぶつかっても黒を渡った後ですからね。はい、うん。ぶつかると黒ここね、えー、まあ根拠の急所みたいなところ打たれちゃうからね。こちらに。はい。 すると次にね、軽馬の急所のきが気になりますね。<ー>はい、こうのぞかれると全体目まで怪しくなので相場はこうなるですね。はい。するとまあここで一段落になって、こちらのオーバーに黒に先着されそうですね。はい。ええー、まあえー、いまえー、受けますね。でこちらへ開かれますね。はい。はい。でこちらですね例えばこう張ってきてもですね、こうニケ開きがね見合いになっててね、えー、えー、あまり え攻めることはできないですね。うんうん、はい。まあこうなってくるとちょっと、えー、これは落ちやすいですので、白ちょっと厚すぎるんですねこの着手はね。はい。はい、飛びはどうですか？そうですね。飛びも一応、えー、まあ正直な手ですよね。本手かもしれないですけど、はい、まあこういうふうにやるとまあこうこういうふうにやられる手ちょっと気になるんですね。ぶつかって。うん。でまあこう押えると、はいえー、こういう跳ねないですね。うん。うん ちょっと引く、引くのもちょっと尺ですので、引かされっぽいですよね。はい、えー、だからこう突っ張りたくなるんですけど、はい、まあ、こういうふうにね、切られてですね。切りが一本。はい。で、次になって、で、こっち側へつがれるんですね。はい。うん。この白、西が危ないですか、うん。この西と中央の石が切り離されて、なんとかこの一目を取らなければいけないですね。うん、で、よく使う手法は、まあ、こっち、こういうつけてね。はい。はい、こちら側から、うん、で、こう、押さえて、えー、切っていくと。 えー、この一目を取ることができるんですけど、はい、でも、えー、黒はこのこういうふうにやってこの一目を吸って,ててもね、えー、こういうふうに切るとここつげないですけど、はい、はい。でもこういうふうに抜いてね、うん、でまあ抜かしても、えー、さらにこういう打ち方があるんですね、こういうふうにあっててね。こちら側からはい。なんとなく塩がちょっとね重複しすぎな感じしますね。えー、はい。で黒はこれで一回抜いてますんでほぼ生き形ですので。はい えこの図は白はちょっと硬すぎであまり良くないですね。心の盾はね。はい。はい、ここを放っておいて正解はこちらになるんですね。そうなんですね。このコスミはですね、はい、あの双方の根拠の急所なんですね。はい。ここへコスめば白ロは絶対生きてるんですね。ええ、こう生きればこう切らえてもある程度厚みができたので怖くない。 はい、でこれを打ってれば逆に黒のこの2つの石の根拠はなくなって、えー、黒はここへ急がなければならないような感じになっているので、はいえー、ここへ切られても怖くないちょっとやってみましょうかね。ねでも怖いんですけれども、うんまあ、黒は気合いでこうきてくるでしょうけど <laughs>、えー、それはもう切って、はい、でまあと空いてるので押さえぐらいですね。はい、でまあ押さえぐらいですね。はい、当たりを決めて ええ、まあ、次になって。ま、うん、中央飛びぐらいで。白は攻められることがないですね。で、この後、逆に黒、白いこっち側へ詰められると。ここが根拠がないですねあ。本当ですね。黒石がだいぶ弱くなってますね。はいはい、ですから、この次の二件開きは、えー。もう絶対のような一着になりますね。はい、で、この後、白はこう、ここへね。 桂馬に打てれば、はいえー、ほぼ中央でなんかくつろぐことができますね、えーえー、ここが来ると逆にちょっとこう気になりますねこの石がまだ、えー、はい、その、えー、白はちょっと狙えるような場所になってくるんですね<ー>こうなってくるとこう黒は切った石があまりいきないですね、はい、こっちの石は,はっきり生きているんですのでだからここの小隅が、えー、この切りを間接に守ってる弱手で、えー、非常に、えー、いいところだったんですねこの小隅が正解となりますはい 三三がいいところなんですね。はい。ここで黒が、跳ね出しても、切って、戦える、はい、ということですが。はい。で、抑えは、大丈夫でしたけれども。はい。ねはい、これ、の手で伸びて、こちらを狙ってきたら、どうでしょうか。はい。これ伸びると、少し白にプレッシャーかかってるんで、次、青い手が非常に厳しい手になりますので。ええ。ですから、ちょっと、ここの飛びが絶対ですね。これは、のわせられない要点ですよ。ね、この飛びはね。はい。 こう、飛びられると、ちょっと黒はこの間、今度ね、逆にちょっと薄いですね、押さえと違って。ですから、もう一着必要な感じですね。はい。はい。まあ、こういうのを押さえてもね、白このまま、手抜いて生きてるんですね。あ、そうですか。うん、こっち側へ、先に先着することができますね。はい。はい。これは黒から、うん、こういうふうにね、跳ねてきても、押さえて、はい。え当てても、ついでて、大丈夫ですので。はい。目がありますか。はい。例えば。 ぶつかって狭めてくると、はい、押さえますね、はい、つなぎはこれはですね、はい、手を抜いても大丈夫ですよ手を抜いてもはい。またこっちへ追及してくる手がね <laughs> あるんですね、はい、ついここの飛びを見てますけど、えーはい、でこの四角ですけど、えー、例えばこういうふうに跳ねてきてもはい。えー、後ろをこう跳ねてついてつげ、えー、ばですね息ははっきりあるんですねこういうふうに打たれても こっち側から押さえて、目がありますね、うん。ここの一眼とここの一眼が絶対ありますので、はい、はい。では逆の方から打ってみたらどうかということですね。この手でですね。はい、跳ねる手でこっち側から打ったらどうなるかというと、ここついて、でついて、うん、ここで下がってればね。あ、ちょうどありますね。うん、跳ねても押さえて、はいはい。ちょうどここ四つありますので、うん、え生きているんですね。 はい、ということは、はい、大丈夫。はい。ということで、こう打たれた後、黒はここへ守らなきゃいけないですね。はい、で、この一本手を打ってついて、うん、でここへこう全体の黒を封鎖することができまして、え白は全部外回りに来て、黒はまだね、はい、眼鏡怪しいぐらいな感じで飛びが必要になってね。<laughs> 苦しいですね。非常に白がねえ打ちやすいじゃないでしょうか。三三は。 自分のしっかりした目をしっかりしていると同時に黒への攻めも見ているわけですねそうですね根拠の急勝でしたプロの実戦ですねはい白は二連戦で、はい、ここで黒がこちらにかかりましたそうですねはい まあこういう一本かかって様子を見てから次の作戦を立とうという係りだと思うんですね。実践シロはこちらですが、はい、ではここでかかりますとどんな進行が考えられますか。そうですね。えー、挟んだり、はいえー、こっちへ両係りしたりいろいろ考えられますね。まあよく打たれるのはここの挟みですね。はい。えー、まあ、えー、こういうふうにコスムと、はい。えー、コスミを決めてから、えー、こっちへ行こう に先行すするような手ですね、はい、でこのあと白はまあこういうふうにかけてくれば、うん、この一目を、ね、張っていく手では白が厚くなりますので<ー>これをス捨シーとして使うようなねこっち側へ打って捨ててしまう、はい、でこういうふうにこう抑えるでしょう。でさらにこっちへ両カかりしていくようなね足早の作戦なんですね黒ねはいはい。で白も、ね、これで結構重厚っていうかこう厚いですので、うん、これも一局ですけど、えー、黒も、ね、さらにこのあとね こう飛び込むような手がね、渡りを見ながら反聞き、あはい、全部はっきり聞いてくるかどうかわかんないような感じで、えー、反聞きっていう言葉をね。えー、まあ、こういう作戦もあると思いますね。はい。係、はい、に対して実戦は白こちらに挟みました。はい、ここで黒番ですが、テーマ図です。はい。早いですね。そうですね。本当打ち方いろいろあるだろうと思うんですけど。はい、はいえー。はい。では、えー。こう、締まり。 はい、まず小芸間じまりですねはい一軒飛び一軒飛びはい三々切りはい、三々はい今すぐ小芸間にしまるかはいそれとも一軒に飛ぶかはい三々に入るのかはいそれでは黒番です次の手を考えてください 三三に入るとどうなりますか。そうですね。まあ、こっち側に白は石がないので、えー、もうこの一点になるんですけど。はい。はい。まあ、こう、えー、張っていくような感じですね。伸び。はい。で、羽根継になりますね。押さえて。ついて。次、えー、になって。黒は飛び。これはまあ、定石の一段だですね。はい、えー。この後ですね。白はここへかかるようなボールになってくるんですね。ええー。はい。 まあ別にこれで黒がね、うん、悪くなったわけではないんですけど、えー、ただちょっと後がね広くなって、えー、白が打ちやすいじゃないかということですけどね。はい。まあ、こんな定番でこの三三入りが敗着なんてそんなことはないですので、うん、えこの方はえちょっと白を打ちやすいということぐらいしかね言えないですけど。<あ>はい。飛び、はい、はどうでしょうか。はい。一つの定石ですが、えー、この後を想像してみると白は受けますね。はい、こうかけるが。 えー、一つの形ですね。はい。で、この後、まあ、こう出て。抑え、曲げて、伸び、で、三、はい、本張ってから飛ぶようなね。はい、ですねええー、除細器ですね。はい。で、こう、うん、こう、黒がね。こう、中央を厚くするっていう作戦ですね。はい、で、この後想像してみると、まあ、後ろこう飛んでくるんですね。うん、で、これがね、ちょっと星のある場合だと、黒手抜けるんですけど、<ー>ちょっと小目ですので。 この辺こすまれると出られちゃうので、はい、でから家計が相場になるんですね。持って必要。はい。ふ、はい、とあ白ある程度ゆとり持って生きたことですから、この次の着一手がねここに割り打ちされちゃうんですね。いいところですね。はい、えー。これはですね、黒はやや一本調子ような感じで、うん、厚みが生きないかもしれないですね。はいえー、先にこっち側に白が黒が石があるとこういう作戦は結構有力ですけど、これはちょっとやや策、えー、がないような感じですね。 締まりが正解なんですね。そうですね。本当はね、この盤面でこんな早いで正解不正解なんてね、えー、あるはずがないでしょうけど、はい、ただその後のことを想像して、えー、打ちやすいかどうかがね、勝負なので、はい、まあプロはね、いろんなことを考えるんですよね。はい、こう間接的にね、えー、こう白のね、いい手を、えー、こう防いでいることがあるんですね。例えばこういうふうに締まったとすると、白はこういうふうにつけたくなるんですよね。ええ、こうつけるとですね、まあこういうふうに割り込んでいくんですね。 ここでうん、そうですね、はい、下切る手はですね、主張は黒がいいですので。えー、こう継がれた後、ご主張取られちゃうんですね。主張がはい。ですから、白は上から、ええー、押さえが相場ですね。と、こついて、えー、この伸びですね。で、こう、すみ張っていけば、ええー、黒は。捉えることがないですね。うん、ね、こうもう一回張れば。えー、白、羽ねすいが定石ですね。うん、押さえて。次ですね。ね、コスミ。 となれば炭は絶対生きてるんですね。はい。ちょっとこの傷が二つあるので、白はもう一着必要ですね。まあ一般的にはここへ駆けつぐんですけど、はい。まあこの後ですね、黒ここに絶好点打たれちゃう。あ、黒から打てますね、はい、これなら、うん。この厚みがこの割打ちで消える。しかもここのちょっと厚みがこの締まりで消してる。はい、はい。ですからこの白の今度厚みが生きないで、黒は非常に走った不跡になって、黒は落ちやすいじゃないかということで。えー この飛び出さねとかはさんさん入らなねでここに閉まるのがねああえまあ正解ようなものなんですねはいこちらが正解ということですがはいでは白がこうではなくてコスミつけから攻めてきたらどうでしょうかはいまあ、これは一応こう立ちましてはいえまあこういうふうに攻め立てるんですけどえー、ここには来るね力ありますのでそんなに攻められないですね例えばこういうふうにコスミぐらいでねこすではい えー、開くのは、えー、ちょっと上からかけられちゃうので、そうですね。えー、だからねこういうふうに星ぐらいの時に黒をこっち側から詰めることもできるぐらいですね。えー、まあこの後の想像だと飛び上がりですね。はい。うん、で、真、ま、後、あ、飛び上がりぐらいで、うん。でまあ飛んできても、えー、また飛びぐらいで、えー、この一年の石と白のこの三木は、えー、どっちかというと黒の方が強いぐらいですね。はい、はい。ですから、えー、コスミつけも怖くないですね。しまっとけば。 えー、後で戦力になりますので、はい、はい、この図も黒は打てるじゃないかと思われますね。はい、実戦も黒はこちらにしまりました。はい、そこで白は星下です。はい、詰めまして、はい、こちらですね。はい、中に入ったんですね。はい、白は飛び。はい、この手では、つける手もありますか。そうですね。つける手もありますね。 はい、こうなりますと。はい、まあ、これは、えー、一応。捉えちゃうと、ちょっと後ろ熱くなっちゃうんで、一応黒がね、こう、跳ね出していく手は有力ですね。はい、はい。と、まあ、こう切ってくるんですね。うん、で、こういうふうに抱えて、はい。で、白は、まあ、よくこっち側から打ちますね。こちら側から。はい、えー、その時ですね。ちょっと変ですけど、当たりですけど。<っ>ここへ抜くと、さらに、こう。 頭叩かれて、また受けなきゃいけなくなるんですね。はい。はい、だから、この場合はね、取らないのが定石ですね。あ。てに対して。ここへ継ぐのが定石ですね。こちらへ。うん。白がこれで取ると、次黒が飛ばれて、はい、黒は絶好調になっちゃいますね。取るとこう飛ばれて。そうですね。一眼、うん、ですから。ええー、だが、白も慌てて取らない。お互いに慌てて取らないですね。うん、こっかつね。まあ、この後、よくこう、ええー、こう。白早く収まるような手着手を打つと、こまこうつけて。 跳ねて、はい、できるんですね。<ー>うん。まあ、黒はね、ここである程度いい格好になってるので、はい、ある程度白はここ。強いですね。黒はそんなに抵抗できないですね。だから、まあ、こういうふうに伸びると。うん。まあ、白はこういうふうに、下がるんですね。あこちらにいけるんですね。はい。で、直接動くのは白にこっちへ飛び出されちゃうので、黒はこういうふうに打つんですね。はい。うん。 次当てて押さえていくという狙ってますので。そうですか、はい。白もこれを抱えるよりないですね。次は白地になるんですね、うん。そうですね。まあ黒はそういう作戦ですけど、まあ当てを決めて。で次。うん。まあ、その後この辺りですか。こう一応封鎖した顔をするんですね。はい、となんとなくこう閉じ込めたことになって。この厚みで勝負することができますね。つけた時にはこう跳ね出すのは有力ですね。こちらからね。はい。はい 実線は白飛びました。はい。ここがテーマズになります。はい。大事なのはまだこのあたりでしょうか。そうですね、えー。焦点やっぱりこの上辺のね形一ランクまではここを打たなきゃいけないので、はい。はい、それではお願いします。はい。こうこすみ出す。まずはこちら。はい。はい。高絹マーですね。はい。テー,ーに受ける。はい。で。 同じ受けでも<ー>、はい、受けでも一路で違うんですねはい、はい、小隅出しか桂馬、はい、の受けか一軒、はい、の受けかそうですね、はい、それでは黒番です次の手を考えてください コスミはどうですか。そうですね。せっかく打ち込んだんですから、次に白コスマイトと取られちゃうので、はい、こっちへコスミ出したい気持ちはあるんですけど、でもこっちね、こうあおらえると元<え>大きい成果や失うことになりますね。こっちあおられると、はい、こっちがね閉じ込まれてるので<ー>、えー、まあこういうふうにね、うん、付け引けば生きることはできるんですが、つ、うん、がられて、うんはい、もう一着必要ですねここね。そうですね。はい、うん まその後に、はい、こういうふうにピシャッと歌えー、打る今度割り込むのは今度主張悪くなってますね <laughs> 本当ですね、えー、こうなるとう、うん、非常に白は足早で、はい、やや黒が、えー、あまり良くないということになりますね今すぐこうむのはねオーバーを失うことになりますので一見に受けるとどうでしょうか そうですね。こっち側の受け方の方が、えー、一般的ですね。はい、これある程度ステージにして、先手取りたいっていう意味が込められてるんですね。うん、はい。まあ、こういうふうに受けるとですね。はここへこすむんですね。はい。はい。でも、大体動けないんですけど、まあ、こういうふうに効かしちゃうんですね。はい、下がって。まあ、後で少しこうできるような味が少し残ってるんだけど、今すぐはうまかないですが。ただですね。これがね、一見受けてるとですね。高いだから。 ここへ打たれると非常に黒がスースーするんですね。嫌ですね、裾が空いていて、はい。はい。ですからこう高く打つ場合はね、もう一着いるんですねこの辺りにね。はい、はい。うん。そうすると、えー、やっぱりこっち側へ白につけられちゃうんですね。白に先手を取られるということですね。そうですね。はい。まあこうやれると白は先手で黒の陣地のところを割ることができて、うんうん、この図も、えー、やや黒は、えー、イマイチになりますので、はい。 桂馬の受けが正解なんですか。そうですね。この着手はですね。黒先手取れたいって気持ちが込められたんですね。<ー>低く打つ場合はね。はい、はい。まあ、この後も白、このコスミもほぼ絶対ですね。はい。はい。まあ、こういうふうにね、利かすですね。次渡るぞということですね。あ。渡りが。ありますね。はい、はい。で、白もね、こういうふうに押さえ込んで。はい。渡る手は今度ぶつかりで。 え一応大事な一目は取ることができますので、はい、え緩和しているんですね。はい、でその後ですね、黒はこっちのオーバーを回ることができるんですね。<ー>はい。はい、ここはこうなってくるとこう飛び込んでかけるような碁ではないですね。こうではなく、はい。こういうふうに飛んでかけてきても、ここ厚み作ったところで白ここ厚みあるので、はい、G にならないので、だからこういうふうにオーバーで打つと。今度はこちら側から。はい、そうするとまあ付けになって羽、うん、ね出して、うん、でき。切って で、はい、で、まあ、こうつけて、はい、こう。はい、こう下がっていく。はい、うん、こういう、はい、こっちのオーバーで先行することができるんですね。<laughs> はい、まあ、こうなってくればですね、一応黒がね、この隅、この隅、三隅を確保できて。一応黒は足早いような感じで、後継馬が正解になります。小ゲ馬が正解なんですね。はい。 ここで白がこちらではなくて、滑ってくると、どうでしょうか。そうですね。今度、さすがに黒はこう逃げ出しますね。一回こう緩和したので。<あ>はい。こういうふうに逃げ出しますと。はい。とまあ、白一強でこういうふうに。いきますね。はい、で、黒はこういうふうに、こう、えー。こういくことになりますね。はい。はい。で、まあ、この後、白は多分、こうへつけることになりそうですけど。ええ、はい。まあ、こういう進行を見たらですね、えー。非常に両者ともね。なんていうの、問題の着手がないですね。はい。はい これを見て、あこの人は強いなって感じる方はね、えー、おそらくその方も強いですね。<ー>はい、はいえー、実はここまではね。まあ、プロが、えー、打たれている、えー、局面ですけど、まあ、でもこんな少ないですけど、アマチュアでもここまで打つ可能性は可能ですよね。はい、はい、まあ、こう打たれれば、あなたも講談社ってことですね。はい。はい 黒の実践ですね。はい、白の方は二連星で、はい、黒がこちら、小山島に。はい、割り打ちです。はい、ここで黒が、なんと、つけですね。こんな手があるんですか。そうですね。あの、こう割り打ちされると、なんとなく、こう、細かい方になりそうですね。はい、はい。これをですね。この、つけちゃうっていう方、なんていうの、急戦に誘い込むようなう。はい。えー、着手ですね。 これには相当読みと、えー、まあ考え方を持ってないとなんか打ち切れないですね。はい。ただね先に言ときますけどこの付けにはねかなり有力ですね。そうですか。はい。そして、えー、このなんていうか立戦派、はい、こうなんていうの戦いがお好きな方にはおすすめの着手になるんですね。はい。ではぜひ勉強して。はい。 実際はこちらを跳ねますが、はい、まず下を跳ねるとどういうことになるんでしょうか。そうですね。これにはね、こういうに強く抑え込んじゃうんですね。はい、えー。自分も傷があるようですけど、はいえー、こう切ってくればですね、はいうん、こう伸びて、はい。この後どっちか主張に取れるんですね。ここへ抱えれば主張だし、あ、そうですね。はい。でこういう,ふうに取ってくれば、えー、こっち側から切って、えー、抜けば、えー、 こっち側が主将になるんですね。はい。これなら黒を打てますか？そうですね。どう見ても同じ一目とっての黒の方がね、<い>えこう模様になってます、はい、場合によってこのポニターンに対しまたこういうふうに攻めてくればまだ面がないと落と、えー、されるかもしれないですから <laughs>、えー、この図はどう見ても黒は落ちやすいですので。はい。実戦は上を跳ねました。はい。そこで引きです。はい。白つなぎに対して黒はグッと、はい 曲がってますね。はい、ここで白はつけですけれども、はい、これは控えているようでは甘いんでしょうか。そうですね。この黒のこのつけて曲がった、えー、考え方はですね、ここにね二つ石がありますので、はい、白が来ればそれをもう一回打つような気持ちは込められてるんですね。こういうふうに開くとですね、次、はい、黒こういう,ふうに打ち込んでいくんですね。打ち込んでくるんですか。はい。ここに白いい顔させないよっていう感じなんですね。<laughs> はい上をつけますとそうですねつけるとまあこういうふうにぶつかってですねでこう抑え込むと<ー>こう渡っちゃうんですねはい結構簡単に渡れてしまうんですねはいでこうつげばですね <A> こういうふうに引いてね、えー、黒は陣地を固めながら全体の指導をまだ攻め立ててるんですね、うん、はいこっちにもね、えー、打ってこっちも打つということでこれがね厚みかどうかはですね関係、えー、あるかどうかですねはいこれはね実際ねここに除く値段をの 残されてるんですね。ええ、この尖ると継がなきゃいけないので、こういうふうに煽られると、えー。これはね、目がない石に見えませんか。ということは、厚みとは言えないわけですね。は,すねはい。ここの開きの、えー、打つ手には黒は。許さないという、うん、打ち方されてるんですね。三間は打ち込まれて、黒はよし。白がこう打ちますと、すぐに打ち込むということですか。はい、では、もう一っはい。つけではなく、コスミだと。 そうですね、黒はこれが閉じ込まれるっていうか、こう捉えるようなことだったら、こ黒失敗ですけど。<え>これはね、こういうふうに、礼を打って、押さえですね、はいます。で、こういう手を、えー、こう用意してるんですね。<ー>うん、この手はどういう手かと言いますと。この渡りと、はいえー、こっちの付けの渡りが見合いになっていることを。これは打たれるんですね。はい。はいはい、これが見合いになって。 結局白がこれを、うんえー、成形しなきゃいけなくなれば、えええー、ちょっとねここの伸びなきゃいけない、通わなきゃいけないな感じで、忙しいですね、はい。はい、やっぱり白はこれは打ち切れないということですね。はい、打ち込みは厳しいで、こういうふうに無理やり投じ込めるのはこの手があるってことですね。はい、実戦は白つけになりました。はい、ここが手末ですが、はい、ではどんな手があるでしょうか。はい、えー。まあこう羽、はい。 打ち込み。打ち込み。込みはい。上はね。はい。こちらの羽はね、い。下をはねるか。打ち込みか。上のはねか。そうですね。はい。それでは黒番です。次の手を考えてください。 下から跳ねるとどうですか？はい、これはね、書いて白に調子つかしちゃうんですね。調子が。コヒン抑えられるんですね。はい。これは切りたくなりますが、うんはい、そうすると伸びますね。で、取りですね。はい。抱えると、はい。コヒンで抱えると、あ、でですか？抑えれないですね。両当たりが待ってるので。<laughs> 傷がありますね。抜いたらどうでしょうか？かはい。抜いたらこう当てて、次、はい。はい。で継がれて。 で桂馬ぐらいですか。うん、でこういうふうに、えー。打たれると、はい。はい、黒がやや。自分のしまったところへ、えー。こう。<ー>破れてるですね。えー、で白いい格好になって。これを取ることさえできないぐらいな感じで。これはやっぱり。えー、黒はこの羽根。押さえられて、黒が失敗に終わりますね、はい。上からの羽はどうでしょうか。はい。これもね、こういう意味、跳ね返すんですね。 まあえー、切っていくのは白はここの、えー、一応厚みとして働いちゃうので相場は次になるんですけどでこう継がれてみるとですねこれから打ち込んでいってもでで、すねはい付けられると、えー、さっきと同じような手を狙ってみるとこういうふうに下がりですね <laughs>、はい、これはね、えーとなんていうの、断ち合いになりまして、えー、こういうふうに下がられると渡れなワ渡れないですねはい、これは黒失敗に終わりますね。 ですから付けられた時に下跳ねも上跳ねも書いて指導に調子疲れてう,ん、うん、えうまくいかないということになります打ち込みが正解なんですかそうですねここではね指導にいい顔させたくないということで、はいはい、打ち込みが一番厳しいですね、えー、例えばですね指導はこういうふうに跳ねを打ってもこう強く抑えることができるんですね、はい、はい。当ててもうんついでてねはい こういうふうに逃げ出すとちょうど黒の重い都合になりましてこういうふうに押して、えー、飛んできてもこういうふうに伸び打たれると、えー、この間を遮ると<ー>こっちの石とこっちの石が弱いことで、えー、この図は白は屈線ですねはいこれが正解となりますこちらが正解で、はい、羽根に対しては押えですねそうですねはい。 そして続き白はですね、はい、白もねここへぶつかるようにさばくのがね、うん、まあ考えられるですねこのぶつかりにはですね次切る手そしてこの跳ねる手を見合いにしてるんですね黒こちらを受けますとこれをね切っていくんですね、はい、で下がっても、えー、こう押さえて捉えちゃうんですねここ一発聞いたのでこれ逃げられないですねまあこの後の進行だとまあ例えばこういうふうに当ててついて で閉じ込むことはできるんですけど、はい、この後ここへ飛び出されるとですね、えー、黒は空振りに終わっちゃうんですね、うんえー、ですからぶつかった時にここへ、はいえー、伸びることが不可能になりますね伸びてはいけないそうですね伸びる手はちょっとやりすぎということで、えー、これは黒は、えー、ぶつかられた時にここへ下がればいいんですねこちらへはい。でも取られてそうですねこう跳ね合って取られたようなんですけどはい。実はですねこれまだね はっきり取られてないんですよ。<ー>ここに下がっていく手があるんですね。いはい、はい。下がっていくとこう押さえても、うん、こう跳ね出して、うん、できるとここに当てる手がねあるんですね。はい。当てるをつなぎますと。うん、すると切られて逆にしロは取られちゃうんですね。あ、ここの切りもありますよね、はい。ありますので、はい。ただ今ではまだ小さいということで、はい。とりあえず違うところに行こうって。 これはもういい格好になりましたので、はいここでほっといてこの値段をえ後で打つということで、この図は黒は正解ですね。はい。実戦もこちらに打ちました。はい。そこで白は羽を決めてぶつかりです。はい。こちらが大事なんですね。そうですね。はい。そして白が羽です。はい。 ここがテーマ図になります。はい、黒盤ですがまだここは置いておくということでしたね。そうですね。まああとものが小さいということで、はいはい、黒はこれ非常に伸びきった角はいい角になりましたので、はい、はい、ここで、えー、黒はどう使うですね、はいここ。下がり。はいこちらこちらへかかりかかり。はいそして、えー、ここへ割り打ち。 割り打ち。はい、右は隅に行って入れるのか、はい、かかるか、はい、それとも割り打ちか。はい、それでは黒番です。次の手を考えてください。はい、割り打ちはどうでしょうか。はい、あの良さそうに見えるんですけど、実はね。 この盤面ではね、キューバがあるんですね。はい、この盤面はい、これはね、こう割りすると白ここに酸酸が入るんですね。酸酸がキューバはい、こう入るとね、はい、えー、こっち押さえると白の黒の陣陣地はねなくなっちゃうのでこっち側を押さえてみましょうか。はい、えー、これはこう貼っていってこうですね、目羽、ねうん、で伸びて貼っていくと、はいでまあ伸びとなって。 まあ、羽根ついになりますね。大袋黒小さくなってしまいますね、はい、そうですね。はい、続いて。まあ、ここへもう一着入れるのもなんだか変だし、えー、あのね,ね、重複してね。はい、で、打たないと、まあ、挟みつけて、白辞書はなくなるので。うん、この図は、え、黒のこの。つけて曲がった加工の厚みが生きないということで。<あ>非常に、ここの。加工は甘い加工になって。黒がチャンスを回すことになりますね。はい、悪い字では。はい、こちらの係はどうですか。 はい、これはですね、え一、ー、回はこう受けられて。はい。で、まあ、何かこう開きか滑りか打たないと、攻められちゃうので、はい、まあ、仮にこう滑ったとするんですね。はい。ふと、白に、やっぱりこの三三入られちゃうんですね。やはり、こちら。はい。これは、うん、ええー、こっちから押さえてみましょうか。はい、するとね、やっぱりこういうふうにね。はわられて、跳ねても。えー、跳ねられて、はいえー。引きぐらいですね。はい。で、こう、羽根つがえると、白がね、えー、余裕を持って。 えー、生きることができますね。はい。まつがれた後、えー、黒はここへ駆けつぎが一着必要ですね。はい。はい。と対望の白に、えー、この絶好転の白に打たれちゃうんですね。向こうの厚みを消されてしまうわけですね。はい。そうするとこの曲げた手もね、これは、えーえー、生きてないわけですね。<ー>はい、うん。この図も黒が失敗と言えますね。 正解はここなんですか。そうなんですね。まあこういう着集がね、はい、えこう行くところだとね、やっぱりプロ級なんですね。うんうん、これはですね、はい、この曲げ打った時きからの、えー、こう、えー、ワンセットになってるんですね。必ずここで黒ロ先手取ってここへ回るようなことを打ってるんですね。はい、はい。これ曲がった後何も違うところ打ってたらね、これはこの曲がりができないんですね。うん、はい。まあ、これはね、アマチュアの方はなかなかね、こういうことは えー、うまく打ってないっていうのはね、こういう次の関連した着手が打てないからですね。あ、そうですね。はい、回った後は、ここが吸盤になるということなんですね。<ー>はい、こう下がっておけば、すごい模様になるんですね。これは確定時になってるわけですね。そうですね。ここまでは確定時、しかもこれ厚みができて、はい、ここに発展性ができるんですね。うん、はい、まあ、こう下がった後の、えー、想像してみますと。はい、次は、まあ、例えば白はここ三年生打たれると。こちらも大きいように見えるんですけれど。はい、これはこういうね、こう係へ打たれて。はい でまあ一見に受けるぐらいですね。はい。でこういうのに構えられると、あ意外に上辺も大きく模様になりましたね。ねはい。こっち側の打ち込むにはさすがにちょっと無理がありますよね。ここは下がってるので、はい、壁ですので、はい。こう打ち込んでもこう下がられてね。ええー、しここへ開く場所は黒待ってるので、これはさすがにちょっと無理ですので、はい。ほぼこの模様は、えー、確定に近いような位置を持っているんですね。<ー>これはやっぱり黒が落ちやすいですね。ですがこの下がりが非常に重要な場所でありまして。 下がりが正解となりますね。ここの下がりが、このマーケットのセットになっているわけですね。そうですね。はい。こういうもう一手で、こう確定時になる場所って非常に大きいですね。はい、はい。だから白も本当はこう、三三入りたいんですけど。ええ、ただですね。えー、ここへ、回られた後、白三三入る暇がないんですね。はい、要するに、この石が弱い限り、なかなかこう回ってこないんですね。 お互いにねプロってねそういうことを意識しながら、はい、えここのえ着手も打たれているわけですね。向こうを見ながらここを打っていうわけですね、はい。ここ下がれば渡れるんですけどこれは後、はい、の問題でここが重要だったってことですね。はい、はい。ここ下がると、えー、先ほどこっちら打たれたんですけど、はいえー、これは今度こっちら模様が広がるんですけど、はいはい、今度は例えばここへ打ってくればですね、例えば、はい、えこう、えー、下星下ですか？星下こう、うん。これはねこっち側で打ってて十分間に,間に合うの。 今度はこちらの係。はい。まあ例えば白はこうい、ね、う一間こう受けぐらいですね。はい、はい。これもねえこう平凡な着手で大丈夫ですね。こうはい。一間開き。はい。はい、と今度こうかえるとえオーバーですので白はこういうふうに打つことになりますけど、はい、黒はこういうふうに詰めればですねこうやっぱり確定字は結構大きいですね。はい。詰めあくれば今度逆にこうえ打ち込みが狙えるようになります、ね、こちらの。はい。 えー、向こうがこれは強いからですね。そうですね。はいこ。こうなってくればですね、どう見ても黒のなんていうか、確定時が大きいですね、はい。はい。ここも確定時、こういうふうに、えー、硬いところですから、うん、これはまた確定時ではないですね。はい、はい。これもまた確定時ではないで、この場面だと、まあ黒は非常に打ちやすい場面になってるんですね。はい、これはですね、この、うん。 この付け,付けからの、ね、<laughs> 一連の流れですけれども、割り打ちされた時点ではなんとなくこう細かい合計になっていきそうな感じですよね。はい、これを付け伸びつけてからね、こういう風に急戦に誘い込む着手をね、非常に有力な打ち方でえこういう後でも打ち方も検証されつつあって、黒が有利な進行になるっていうこと。<music>